どうも、キリシャがゲバドです。こんにちは、ムーン。ムーン、アマテル、にぎやや。というわけでですね、今回まずラビジョン都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界で一件ミスター関岡が出てきます。うわぁ、うわぁ、ナイスジョーブスターズ、神山と岩井彦様、神話の人か。今回の都市伝説は、月の裏側には未確認生命体が存在するとかねてより言われているけども、彗星にもいる可能性が浮上してきたので。というわけでですね、今回その彗星の地下の生命体について触れていきたいと思います。我々が住む地球と同じ太陽系に属しており、太陽から最も近くに位置する惑星彗星に生命体が存在するかもしれないということが示唆されているのよ。それが2023年11月に天体物理学と天文学を取り扱う科学ジャーナル、プラネタリーサイエンスジャーナルに掲載された論文にて報告されており、なんと彗星の地表の下に地球の極限環境と似た居住可能か領域が存在するかもしれないということが示唆されたんです。まだ行ったことないんじゃない。当たり前だから。彗星は太陽から最も近い距離に位置する惑星であることから、日中の赤道部分の最高気温は430度にも達するのよ。うわマーキュリー、モーリモーリうるせえよな。そっちじゃねえよ。逆に夜はマイナス160度にまで冷え込むというのよ。その理由というのが、彗星は自転が非常に遅い惑星だというのね。彗星は1回転するのに59日も要してしまうため、夜が尋常じゃないほど長く、それに伴って彗星の表面がどんどん冷え込んでしまうのよ。彗星っていうのは、もう2日に1回ぐらい年越しが行われているから。マジですか。もう毎日誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントもらえる。俺も行ってみてえな。普通に考えれば、生命体が生き延びるには過酷すぎる環境ではあるけども、地下であれば話が変わってくるというのね。この論文を詳細に説明するのはあまりにも難しすぎるため、簡単に言うと、彗星の地表の下には氷河が存在しており、しかもそれがゴルディロックスゾーンと呼ばれる寒すぎず熱すぎない領域というものである可能性が示されたというのよ。つまりその氷河で生命が維持できる可能性があるのね。実は以前から彗星は生命体が存在する可能性がある惑星として考えられており、彗星にはかつて生命を生み出すのに必要な化合物が存在した可能性が高いと言われてるんだよ。僕も半地下住んでるよ。闇の方だろ。これは彗星の地表に揮発性の物質によって陥没した形跡のあるくぼみがある可能性があることが関係しているというのよ。揮発性物質とは、水などの比較的低い温度で気体に変化する物質のことを指しており、それがマグマや太陽光などによって気化し、くぼみができたのではないかと考えられているんだよ。そして NASA の彗星探査機によるデータから、彗星の地表下に大量の揮発性物質が存在した可能性が示され、条件次第ではそれによって生命体が生み出されていたかもしれないと考えられている。また彗星の北極地点では氷化した水も発見され、生命の誕生に必要な物質が存在していたことが示唆されているのよ。我々が住む地球と同じ太陽系内に地球外生命体が存在しているかもしれないと考えると、意外と身近に感じるかもしれないけども、宇宙人が存在していたとしても絶対に会えないということを指摘したフェルミのパラドックスというものがあるように、仮に彗星に生命体が存在していたとしても、我々地球人ほどにまで文明が発展するまで数億年もの歳月がかかってしまうかもしれないのよ。もしかしたらかつて彗星には生命体が存在していたものの、過酷な環境下であることから、残念なことに誕生してたった一夜にて滅亡してしまったということも考えられるのよ。しかし人類が地球外生命体に遭遇する時というのもそう遠くはないのかもしれない。これまでウマヅラビデオでもたびたび取り扱ってきたように、我々人類は生命を創造する技術の開発を進めており、神の領域に足を踏み入れているのよ。シュメール神話で語られるアヌンナキのように、我々地球人自らが地球外生命体を創造することになるのかもしれないのね。水泳して待ってるよ。お前のこと待ってて。取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとか。